今回ご紹介するのはエテルナの手巻き時計、140周年記念モデルです。1996年に創立140周年をたたえ誕生した140本限定モデル。中古市場でもなかなか手に入らない希少なコレクションです。文字盤はアイボリーカラー、ブレゲピラミッド型のゴールドインデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ、6時1にスモールセコンド、細部にこだわった上品で洗練された風貌デザインです。SS ケースはレクタンギュラーフォルム、裏蓋は仕上げの美しい機械を眺めることのできるスケルトンバッグです。1856から1996や140イヤーズなどの記念刻印も確認できます。バンドは社外製の革ベルトを装着しています。2021年1月 OH 済み、専用ボックス付属の備品モデルです。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなども出ていません。ケース、裏蓋、軽いすれ、小傷が認められます。裏蓋はスケルトンバッグ、刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風貌、特に目につくすれやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感はありますが、すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。付属品、ボックス、冊子、取説、時計店修理明細、2021年1月 OH 実施、専用ベルト、微乗、使用感ありです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 20mm、 ケース径は約 25mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 8mm です。
この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。